1990年代のブレーブス黄金時代を支えた三本柱の一人、ジョン・スモルツ MLB で唯一200勝150セーブの記録を同時達成している。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ東地区に所属するアトランタブレーブスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、 観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。アトランタ・ブレーブスは1871年、ボストン・レッド・ストッキングズとして、ナショナル・アソシエーションに加入。1876年、ナショナル・アソシエーション解体に伴い、ナショナル・リーグに加入。1912年に、ブレーブスになるまで、 ビーミータズ・ダブズ・ラスラーズと名を変えた。その後本拠地を1953年にミルウォーキー、1966年にアトランタに移し現在のアトランタ・ブレーブスとなった。創設から1900年まではナショナル・アソシエーションで4回、ナショナル・リーグでも8回リーグ優勝するなど、競合チームであった。しかし、1901年以降はボストン、 ミルウォーキー時代に一度ずつワールドシリーズ優勝を果たしているものの、それ以外の年度はほとんどリーグの回が定位置であった。その状況が一転したのは1991年。ボビー・コックスを監督に迎えると前年度再開から一転、地区優勝を果たす。その後2005年まで14シーズン連続地区優勝を果たし一気に強豪球団へと変貌した。しかし、 14回もプレーオフに進出したにもかかわらず、ワールドシリーズ優勝は1995年の一度のみと振るわなかった。現在までワールドシリーズ優勝3回、リーグ優勝17回、地区優勝18回の成績を残している。判例、ありがとうございます。